日本法要協会の皆さん、そして諏訪流法要術のご紹介をさせていただきます。信州諏訪大社において煮えたかの神事を奉仕する諏訪大岩一族に継承されていたのが諏訪流であり、三佐山真祭りでは大祝いが鷹によって捕らえた獲物である鎌早の家を奉じる役を担っていたとされています。現代に継承される諏訪流は戦国時代以降小林家によって伝承されました。初代諏訪流鷹氏小林家鷹は織田氏より家鷹の名を賜り、その後豊臣秀吉徳川家康と仕え、小林家は徳川将軍家直参鷹城となり幕末まで使いました。明治新後は宮内庁に皇室鷹城として召し抱えられ、古儀保存として鷹狩りを伝承する役目を担ってきましたが、第16代諏訪流鷹氏花見薫の時代を最後に宮内庁では公の鷹狩りを廃止されました。はい、皆様おはようございます。朝早くから、おいでいただきまして誠にありがとうございます。ただいまご紹介いただきました、日本法要協会諏訪流という鷹狩りの流派を、継承している団体です。で鷹狩りなんていうと何か、全然関係ない世界のような話だと思うんですけども、というような話が私も承ったことがあるんですけども、それを思うとですね、鷹狩りがなかったら本当に日本の歴史は変わってたんじゃない。アリスっていうのがどういう意味かわかんないんですが、ホークっていうのは鷹ですね。大英ホークスとかアリスホーク、人の名前かなと思うんですけども、はい、ではお願いします。人と人の間をですね飛び交わす、文字通りこう袖を振るような形で飛ばすので、振り替えという常にこう運動させないといけないんですよね。スポーツ選手と一緒なんです。ですからその鷹のコンディションを作る、まあ、馬でもそうですね、で一日何時間か走らせたりとか、でないと、筋力とかいろんなそういう機能が衰えてしまうわけですね。それを日がない一日、鷹のコンディションを見ながら、調整する。それで、まあ、秀吉公なり、信長公に狩り行くぞという時に、いつでも対応できるような鷹を、コンディションを整えるという、それが鷹城の仕事ということになりますね。こうやってですね、先ほどお話したようにですね、木から降りてこないということが、しばしばあります。今一つ回り回っているのはあれは鳩ですね。鷹ではありませんので、なんで鷹より鳩の方がよく飛んでるんじゃないかと。そうなんです。鳩が飛んでても鷹がやたらにそういうものを襲う。それでは準備ができましたら理解をお願いします。まっすぐ、鷹に背を向けるというのは鷹の方を向かって、向かえちゃうと鳥が人に対する恐怖心を感じちゃうんですね。目と目が合う形になる。ですから目と目を合わさないようにこう後ろを向いて、こういう形で振り返りを行います。あちょっと何か今あれですよね、気になる嫌なことがあったんですね。まあ、何が気になったかっていうのは、鷹にしかわからないんですけども、お客さんのせいではないと思います。次が問題ですね。はい。ああ、大丈夫。はい。準備できたようです。はい。はい、スタート。思いっきり走って。走ってもう来てるよ。外国の、種類になりますけども、赤毛足ノスリ。ノスリという鷹が、
日本にもいますけども、それよりもさらに大型になりますね。赤毛や篠釣りといいますの渡りをご覧いただきます。非常にあれですね、伸びやかな、鳥によって種類によって飛び方が違うというのは、ご覧いただけると思います。野生ではですね、やはりムーサギですからね、主に地上にいるものです。空中にいる鳥やなんかは取れないので、あまり鷹狩りに使われるような種類ではないんですけれども、地上にいるノウサギなんかを取る場合にですね、使われることになるようですね。日本のノスリはですね、やはり同じようにヘビですとかネズミですとかね、そういう地上にいるものをやはり主に食べてくれてまして、その野ネズミなんかを食べてくれるということで、非常に農業なんかにですね、貢献している害獣を食べてくれるということで、そういうタイプの鳥が大体このサイズの大きさですね。戦闘機とかスポーツカーってそんな大きくないですよね。すごいエンジンが、に力があるわけです。大高隼さんなんかもそうですね。決して大きいと逆にスピードが出なかったり小回りが効かなかったりということで、飛んでる獲物は取れないです。むしろこの大高なんかの方が敏捷な飛び方をするということです。でこのスピード感ですね、これはですね、先ほどのハリスなんかとか、あとは大きなワシなんかでは逆にああいうことができます。見ていただいていますように、先ほどの鷹とはまるっきり違った飛び方をしています。今持ってますのが、竿の先に疑似餌がついてるんですけども、それで今、早くそのコントロールしています。天守閣の一番上のところを注目していただきたいんですけど、では今から下で鷹を呼び寄せますので、はい、今スタートしました。皆さん見えてますかね。もう上空まで来てます。お客様の頭の上に止まったりすることもありますので、その時は慌てずにですね、そちらの指示に従ってください。怪我をさされることは一切ございませんので。今カチカチカチと音を立てている道具があるんですけども、これも昔から、鷹の仕込みに使われていますエゴーシという道具。餌がもらえると思っていたのに違ったから来てしまったということで、はい、じゃあ、ぼちぼち